トリニ似川、ウルグアイ南部のフロレス県の県と、国道3号線と14号線の交点にあたる。市街の西オサランディ川、東オポロンゴス川が流れ、伊川に合流する。市の総面積は5.5平方キロ、標高134メートルである。スペイン語でサ位一体を意味する地名は、ウルグアイの歴史において宗教が優勢だった時代に建設されたことを示している。 当初はサンティシマトリニダでロスポロンゴスといい、町民は今でもトリニタリオスやポロンゲロスと呼ばれる。トリニダは1805年独立の父であるホセヘルバシオアルティガス将軍によって建設された。市政志向は1885年12月30日の第854号布告による。2004年のトリニダの人口は2万982人で県下最大である。 出展、インスティートートナシオナルデーストリスタカでウルグアイ2007年、トリニダでの大規模集会で、コロラド島のペドロ・ボルダベリが新派閥、バモス・ウルグアイを、旗上げ、2009年に行われる、大統領選の指名争いの最有力候補となった。この動きを受けて、ウルグアイの多くの県で党の地方支部が設けられた。国道3号線を西に行くと、多様な動植物が生息する。 自然保護区がある。宮殿道や茶漫画の祝いといった戦士時代の遺跡も一見の価値がある。ありがとうございます。